トール様受容体、トール様受容体、トル用受容体、トール、ライクレセプター、TLR と略すは、動物の細胞表面にある受容体タンパク質で、主児の病原体を感知して、自然免疫、獲得免疫と異なり、一般の病原体を排除する人食い的な免疫作用を作動させる機能がある。脊椎動物では、獲得免疫が働くためにも、 トール様などを介した、自然免疫の作動が必要である。TLR、または TLR 類似の遺伝子は、哺乳類や、その他の脊椎動物、インターロイキン一受容体も含む、また昆虫などにもあり、最近では植物にも類似のものが見つかっていて、進化的起源は、ディフェンシン、細胞の出す抗菌性ペプチドなどと、並び非常に古いと思われる。さらに、 TLR の一部分にだけ相動性を示す、タンパク質、RP105 などもある。TLR や、その他の自然免疫に関わる受容体は、病原体に常に存在し、進化上保存されたもの、しかも病原体に特異的な、宿主にはないパターンを認識するものでなければならない。そのために、TLR は、細菌表面のリポタ頭、LPS、リポタンパク質、 弁毛のフラジェリン、ウイルスの2本サリア r n a 細菌やウイルスの DNA に含まれるヒメチル化、CPG アイランド、宿主の PG 配列は、メチル化されているので区別できるなどを認識するように、できている。TLR は特定の分子を認識するのでなく、蒸気のようなある一群の分子を認識するの一種で、ある。ール遺伝子。 は1980年代に症状映えで正常な発生、配復軸の決定に必要ない電子として、ドイツ人生物学者のクリスティアーネ・ニュースライン・フォルハルト、1995年、ノーベ生理学、医学賞受賞によって発見された、トールはドイツ語で、グレートとキュリアスの両義を持つ語が、1996年には、ジュール・ホフマン、2011年、ノーベル生理学、 医学賞受賞によって新菌に対する免疫としても働いていることが明らかになった。さらに1997年、イエール大学のチャールズ・ジェインウェイやルスラン・メドズトフ、らによって、哺乳類にも通る遺伝子と相動性の高い遺伝子が見つかり、これが通るライクレセプターと命名された。1998年、ブルース・ボイトラー、2011年、ノーベル生理学、 医学賞受賞によって TRL4 がリポタ等を認識することが発見されたのを皮切りに各 TLR のリガンドが解明されていった。ほとんどの哺乳動物で10から15種類の TLR が確認されている。人では10種類 TLR1 から TLR10 と呼ばれるがあり、他の種でもそれらの多くに対応するものがあるが、一部はない。例えば t l r 十に対応する。 遺伝子はマウスにもあるが、レトロウイルスにより破壊されている。また人にはないが多種にあるものもある。TLR は特に哺乳動物で詳しく研究されており、この項ではそれについて詳述する。TLR の機能は知られているすべての生物で似ているため、基本的には同一モデルで説明できる。ただしなくとも、昆虫では活性化の様式が異なる。 昆虫の TLR の抗酸症。核、TLR は病原体の持つ特異的分子、または分子の特異的な組み合わせにより活性化されてに、両体を形成することで機能る。多くの TLR は、主に両体、同種分子からなるとして働くが、TLR には TLR1 や TLR6 との間で、ヘテロに両体を作り、これらは互いに特異性が異なる。 また、TLR は完全な機能を得るのに、他の補助因子が必要なこともあり、この例としては、TLR4 がある。すべての LPS の認識には、MD-2 が必要であり、CD14 と LPS 結合タンパク質、LBP は LPSMD-2 への提示を促進することが知られている。このようにして活性化された TLR は、 細胞内シグナル伝達経路を介して、転写因子である IF や N 解カッパ B を活性化し、それぞれイ、e、f n α、ン、e、f n β またはイイルマナス1ナス6ナス8などサイトカインを誘導し、獲得免疫、あるいは炎症を誘導する。最近は、ファゴサイト質で取り込まれて消化され、その抗原は、ヘルパー T 細胞。 CD4T 細胞に提示される。ウイルス因子に対しては、インターフェロン、抗ウイルス活性を持つサイトカインを産生する。感染細胞は、タンパク質産生を中止し、アポトーシスに至る。現在知られている TLR の活性を、下の表にまとめた。人には10種類の TLR 分子が存在する。マウスは、TLR10 が存在しないものの TLR11。 12、13と人には存在しない TLR を持つ。また、哺乳類以外では鳥には TLR2 や TLR1 が2つ存在し、また、魚では人には存在しない TLR21 や TLR22 を持つ。一方で、人の TLR1、2、3、4、5、7、8、9は魚から人までの広範な脊椎動物で、 発見され、脊椎動物の大部分の TLR は保存されている。しかし、脊索動物であるホヤでは TLR が非常に少なく、脊椎動物に進化してから現在の TLR ファミリーが形成されたと考えられている。症状媒では TLR が元来の塗料を含め九種見つかっている。しかしいずれも脊椎動物とは異なり、 病原体分子を直接結合するものではない。現在知られているところでは、体液中にあるパターン認識タンパク質、PGRP、GNBP など二標的が結合すると、プロテアーゼカスケードが活性化され、最終的にスパチェルというタンパク質が活性化され、これが通る受容体に結合して機能する。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。